フェルネボルテールは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏県、アン県のコミューン、ジュネーブ近郊、対スイス国境に位置する。フェルネボルテールこの町は、より正確には、スイスとの国境地帯であるペイド・ゼックス地方にあり、ジュネーブ国際空港の北西にあって、ジュネーブの人口集会地に組み込まれている。ジュネーブからディジョンへ向かう、県道線5号線途上にある、 気候は準大陸性気候で、寒い冬と暑い夏があり、降水量は主に夏季に集中する。コミューンには、ジュネーブ公共交通バスの F 線、O 線、Y 線が通じており、平均して10分おきにバスが来る。海線に乗って約25分で、ジュネーブのコロナバーン駅に達する。Y 線に乗って約15分で、ジュネーブ空港駅に着く。 リボンヌレバンとベルシュルバルスリーヌ間を走るテルバスも運行している。フェルネボルテールの名前は1780年に郵政省の登録を受けて初めて登場した。市長ジャンルイ・バニエールが議長を務めた1793年11月24日の自治体議会において公式にフェルネボルテールの名前が採択された。あというスペルは 1774年5月14日に書かれたボルテールの手紙に残っている。かつて1546年にはファーネックスと書かれ、1125年にはファーナイであった。ネイという最後の音説は、アレチを意味する単語のネイに近いだろう。ボルテール像1759年、王政との問題が生じた際に役立つだろうと、ボルテールは国境に近いフェルネを選んだ。同じ理由で、 ボルテールのライバル、ジャンジャックルソーは、ジュネーブを選んだ。ボルテールが到着した時、村落にはわずか150人の住民しかいなかった。市内中心部にあるボルテールの像においては、彼は、フェルネの恩人と呼ばれている。確かに、彼が移住してから数年のうちに、人口統計上も、経済上のブームも、可能にし、ただの、小さな村から、 小さな本物の町に構造が変わったのである。ボルテールは100軒以上の住宅を建てさせ、教会、学校、病院、貯水池、泉の建設に資金提供がなされた。さらには沼地を干拓させ、日本市や市場を作り、時計職人や食工といった職人をこの地に定着させ、1771年の基金の際には住民たちに食料を配った。 古い建物を削って、彼はそこにトーを建設した。最終的に、彼は、近隣の自治体に、無償で金を貸し付けた。歴史に残る、課長、ボルテールの活躍がなければ、フェルネが依然として小さな村のままだったと言っても、過言ではない。ボルテールが1778年に亡くなった時、フェルネは1200人近くの人口を抱えていたが、恩人。 ボルテールなしでは活力を失い、以前の農村の状態を取り戻していった。1890年7月27日、資金提供がされ、エミール・ランベールによるブロンズ像がボルテールを叩いて設置された。参照元1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。